右打者だった赤星に対しお前が左に変えないならベンチには入れないと監督から言われ、左に転向。転向後に内野安打が増え出塁の機会も多くなり、足を生かす野球を考えるきっかけになった。1年秋にレギュラーとなり、1番打者として活躍。チームの得点パターンは赤星が出塁して2投3投を決めスクイズで得点するというものであった。春の甲子園で赤星は2年連続タイムリーエラーを犯し、チームは初戦敗退を喫してしまい、これがトラウマとなりイップスを発症して外野手になった。